株式会社ビクタスは日本の総合卓球用品メーカー、スウェンソンホールディングスの子会社である。2017年9月1日にヤマト卓球株式会社から現在の社名に変更した。自社の卓球製品ブランドであるビクタス、ビクタスプレイ、TSP の企画、展開及びアシックスの卓球用シューズウェアの販売代理を行っている。1931年5月、 創業者の鈴木則之が現在の東京都北区王子に鈴木セルロイド工業所を創業したのが始まり当時製造された卓球ボールは当時日本のメーカーで初めて国際卓球連盟の公認級に選ばれた1963年にヤマト卓球株式会社を設立しブランド TSP を展開する総合卓球用品メーカーとなる 2009年12月28日に、主に、マシケ製品やヘアケア製品を手掛ける企業である、スベンソンホールディングスの子会社となり、元プロ卓球選手の松下孝二が、代表取締役社長に就任するなど、経営体制が一新された。翌2011年に、プロ仕様の新ブランド、ビクタスが発表され、2017年に、現在の社名となった。また、 2016年には卓球男子日本代表のオフィシャルサプライヤー権利を獲得し、翌年4月から国際大会等で日本代表選手がビクタスのウェアを着用するようになった。その後パラリンピック卓球男女日本代表、フランス男女代表のオフィシャルサプライヤーにもなっている。2020年10月20日に新ブランドビクタスプレーが発表され、同日に ヤマト卓球時代から展開していた TSP をビクタスに統合することが発表された。TSP の製品は同月末をもってすべての生産を終了した。TSP の製品の一部は使用をそのままにビクタスおよびビクタスプレイで引き続き発売される。グローバル展開も行っており、ヤマト卓球ヨーロッパ、ヤマト卓球中国の子会社を持つ。また、 親会社のスベンソンホールディングスは他にも卓球場、卓球スクールを運営するタクティブ、東京都渋谷区にある日本初の複合型卓球施設 T4 東京の運営などを行っているスベンソンスポーツマーケティングを参加に置いている。かつては韓国の卓球用品、ブランド、エキシームの日本国内での販売代理を行っていたが現在は行っていない。高品質、 プロ仕様を歌っており、同社ではフラッグシップモデルに位置づけられている。2020年にリリースされたビクタスのセカンドライン。入門者用のラケットやアパレル商品などを販売している。従来からのブランドでビクタスブランドを立ち上げて、以降は一般消費者向けをターゲットにした商品ラインナップとなっていたが2021年3月末をもって生産終了。 ビクタスブランドに統合されたため、人気商品は商品名を変えて、ビクタス、ビクタスプレイから販売されている。バルセロナゴリン代表の中村錦二郎が開発責任者となり、個性の高さ、スピード、ドライブの精度、シートの強さ、反発の5つの指標で、各ラバーの性能を示している。ドイツ製のラバーが多く、ラバーコードはドイツ基準が採用されている。 ニワコウキラトップ選手が愛用するハイエナジーテンション裏ソフト。2015年を発売開始。スポンジが買った以上にエクストラ、スティッフ、リンバーと3種類がラインナップされている。2020年4月には軽量化された V11、エクストラも発売された。ハイエナジーテンション表ソフト。木原美悠をはじめとした国内選手や中国トップ選手も使用する。 ナックルが出やすいボーカル101、回転をかけやすいボーカル102、バランスを追求したボーカル103の3種類がある。かつて、河野ルや大江源が愛用し世界を制した往年のチャンピオンラバー。TSP からビクタスへの統合に伴い、スペクタール S1、S2、S3 の3種類となった。レベル問わず、支持率が高い粒ぶだかラバー。除光源。 様々な特性の木材を組み合わせた5枚合板や7枚合板、カーボンと他の素材を複合した特殊素材を組み込んだ合板など幅広い品ぞろえのラケットが販売されている。主流のシェイク攻撃型に加えペンホルダー、カットマン向けなども充実。国内ラケット販売数量ナンバーワンのベストセラー。弾みはいいがコントロールもしやすく。 初中級者から上級者まで愛用されている。木材の7枚合板の標準モデルを筆頭に、カーボンイルや5枚合板、キッズ専用なども展開。中国製、高弾性繊維の特殊素材、ゼクシオンを採用してた、攻撃用シェークハンドラケット。国内工場で精密加工している。日本式、ペンホルダーラケット。国産ヒノキバ板を、 材料のヒノキマルタ材の仕入れからこだわっている。松下孝二がプロユースで開発したカットマン向けラケット。ビクタスの契約選手が使用しているラケットと同等の使用のラケット。ワタカ式シリーズとリアムピッチフォードモデルがある。ありがとうございます。